僕らの別荘。やべ、今の動画何？これは、うん、あの僕らの別荘の近畿大学卒業式の完コピするやつっていう動画です。その自分が活躍するのサムネのど真ん中にいる、すげえなお前あの動画最高だな、うん、俺もさ昨日さ、うん、僕らの別荘見てたらさ夜更かししそんなことある？俺めっちゃ見るんだけどあおもろいんだよあれ。いや見たことある？いやありますよ。あれ面白くない？面白い。あれ面白いよな。俺の奥さんも結構ずっと見ちゃうんだよな。それそうだな、ずっと見ちゃうんだよなんか見れる、うん、見ちゃうね。なんかさもっと伸びてよくない？もっと伸びていいよな。確かに昔の動画とか多分さ最近入った人たちはさ、うん、そんな遡ってない動画で、うん、あんま伸びてないやつとかあるんだよ。あーある、うん、であるんだ。俺らも忘れてるやつとかはめっちゃ面白いびっくりする。えって何これ面白ってなる。やっぱ俺らも子さんだからさもう忘れちゃうんだよ。忘れちゃうんだよ昔の動画。忘れちゃうんだよ。あんま伸びてないけどどうかなって見たら面白い。いやマジか、うん、え、なんかさ、俺らでさ、切り抜きチャンネルとかやる？俺らで許可もらって、切り抜きチャンネルとかやろうよ。やったほうがいいな。もっと広めたいわ。別荘、もっと広めたい。あれ、FF 外から失礼しますって。送ればいいのか。送ればいいんだよ。送ればいいんだよ。なんでフォローしてねえんだよ。やっぱもっとさ、うん、こう、もう一段階さ、行きたいよな。あ確かにな。別荘会議？あ、別荘会議？これは。これスタートするか。改定する？お、改定？改定しよう。改定する？これ。これ。じゃあ改定。はい、改定した。じゃあみんな、じゃあまずはお前さまずはさ早いって。別荘の今後真剣に話し合わないといけないから、どうしたらいいかな。いやまずはでも何が目標？チャンネル登録者が増えた方がいいの？あそれか再生数が伸びた方がいいのかさ。まあ全部かそうだね。まあ全部か、両方だね。全部だな。全部だな。それは落とさずに、うん、え、もっと上げていく、まず。あ、うん、それは落とさずに、もっと上げていく。まずこれ決定ね、まず。まずこれ決定しましょう。上げていく。上げていく。一応書いてて。うん。上げていく。結局、上げていく。これね、これ決まり。上げていく。上げていく。何を？上げていこう。うん、これはもう。上げていこう。動画の本数ってこと？うん。あ、そういう意味でも、動画上げていこう。上げていこう。他のものは下げる下げない？どうする？頑張りは下げよう。頑張りは下げて、努力は下げる。努力は下げて、結果を伸ばす。結果を伸ばす。これはすごい。これ決まり。決まり。うん、これはまず決定で。決定。うん、フィックス。フィックス。フィックス。このアジェンダをフィックス。うん、これ、でもまず。うん。のために、じゃあどうするかっていう。動画を撮る。まあ動画撮るな。うん。まずな。まず。ってことは、うん、携帯充電しよう。そうだな。まずな。じゃあ、ま、電気代払おう。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 電気代を払うでフィックス。これ、決まりだ。電気代を払う。そもそも払ってねえんだよ。これです、まずは。で、動画を上げる。動画を上げる。うん、これはもう決まった。決まってる。これはもう規定路線。完全な規定路線。ここ軸に動いていかないと。別荘参加場、携帯を充電する、電気代を払う、動画を撮る、これも決まり。別荘参加場だから。別荘じゃなくてもそうだよ。別荘参加場だな、これはな。で、まあなんかコラボ、コラボしよう。コラボか。YouTuber はコラボしよう。もう急にリアルな。これね。キティちゃんコラボ？キティちゃんコラボ？熱いね。キティちゃんってさ、うん、結構誰とでもコラボしてくれるよな。してる。キティちゃんは誰とでもしてくれる、本当に。で、すごいから。出てる ？YouTube とか。どうなんだろう。グッズとかな、いっぱいあるから。あ、グッズね。めちゃくちゃコラボしてくれるじゃん。あるよ、サンリオのハローキティっていうチャンネル。うわ、え？38万人。あ、同じぐらいだ。一緒ぐらいだ。そうそう。高め合っていこう。高め合っていこうよ。しかも結構新参者よ。最初の動画4ヶ月前。昨日上がってるし、動画。あ、マジで？うん。なんで動画？ハローキティ50周年、キティを描く未来デザイン。21秒の動画。21秒。うん。尖ってんね。あ、結構オープニングとか凝ってるよ。凝ってる、凝ってる。21秒の動画でもオープニングあるんだ。あ、これオープニングかと思ったら20秒のパーティータイムとか。パーティータイムの、パーティータイムでした、それは。あ、そっかそっか。なるほどね。まあ、50周年の。動画めっちゃ短いですよ。15秒とか20秒とか。めっちゃ尖ってる、キティ。え、何その、あるある？ある。
ャラクターあるある載せてる。YouTube チャンネルあんだ、キティちゃん。やってんだな、やっぱな。お互いね、うん、得あるというか、ウィンウィンな。俺らの、その、チャンネル登録者も、キティの方行くと思うし、逆の。キティのも、まあ、俺らの方来るかもしれないから、そうだな。そうは被ってないけど、要素はほぼ似てるから、ね。ほぼ一緒だから、ね。ほぼ一緒。要素似てる。猫一緒。猫ミーム。猫ミームやってるから、キティちゃんって元祖の猫ミームだもんね。確かにそう、ほんとそうだよ。あれが元祖の猫ミームだから。あれ、ミームなの？うん、だから。ネットでバズったんでしょ？ネットでバズって。そうでしょ？だから、多分いける。いけるでしょ？全然いけるな。いける、これいけるね、まず。はしご酒とかする？あ、キティちゃんと。キティちゃんとはしご酒。キティちゃんとはしご酒。ドライブトークとかする？あ、ドライブトークいいね。キティちゃん運転で。怖えよ、乗りたくねえよ、俺、その車。キティちゃん、もう真っ正面向いてもらって、ね。キティちゃん真っ正面運転してもらって、キティちゃん決まり、フィックス、DM しといて、DM してコンセンサス取って、コンセンサス取って、キティちゃんに、あ、キティちゃんツイッターもやってるわ、あ、マジで、うん、フォロワー何人？フォロワーね、31,658人、あれマジで何？もう12,3万ぐらい、あ、そう、え、石井が怒られました。石井が怒られてしまいました。石井がボケの程度を分からず、楽しく動画を撮ってたら怒られてしまいました。どう大丈夫もうダメ。もう怒られた。もう YouTube やんない。楽しく笑ってふざけたら、言っちゃいけないこと言っちゃった。怒られた。やめる YouTube。もうやめる？やめる YouTuber。やる。だって強い子、この子。でもやる俺も。え、でももう辛いんでしょ？辛い。でももうキティちゃんともコラボできない、多分もう。キティちゃんも無理。もう伸びないよ YouTube。俺たちコラボもできなかったら。ダメだもん。じゃあもう YouTube やめる？でもやる。強い子だ。俺もやる。ちゃんとコラボ考えよう。うん。まずヒロは？あれコラボ？あれはでもだって向こうに出てないじゃん、俺らが。森チャンネルの方に。そっか。うん、そっか。両方に出るのをコラボというのか。でも石井があのライブ出てくれてる。石井がヒロのライブ出てくれてるから。そういう意味ではコラボしてるもんな。あの様子は載ってんの？あの様子は載ってないよ。載ってない。撮影してないもん、そもそも。現場と、ほんと、YouTube のコラボ。ああ、なるほど。現場と YouTube でまあコラボしてる。それは全然ありだな。これからも。あ、これからも、なるほどね。現場と YouTube。俺らの YouTube 出てもらって、俺らは向こうの現場に行く。なんで現場に行くんだ、俺ら。そうだな。で、ヒカキンに来てもらったら、俺らがボイパしに行くってことで。現場行くって。現場でボイパするってこと。ヒカキンさんの現場ボイパなんだ。まず。YouTube は副業で、ボイパが現場だもん。YouTube が現場だと思ってるけど、俺はどっちかっていうと。違う。違うんだ。あの人はボイパの人ってのは、俺たちはガチ勢がゆえに、あの人はボイパの人だと思ってる。まあ、そうだね。ボイパの人だからね。スターターそうだもんね。そう。多分その人、あの人もブレてないんじゃないですか。ブレてないと思うよ。いや、もうそうだどっかではボイパのことずっと考える、ね。絶対そうだと思う。20億円の家住んで、コストコでトラック1台分買い物しながらも、ボイパのこと考えてないと思うよ。もう全部ボイパに生きると思ってやってるから。20億円の家が、ボイパに生きる。そう思ってやってるから。ちびきんも、ボイパのことを考えてる。正規の子供だから。正規の子供だから。違う。ごめん。もうやめるか。やる。なんだこれ。これはここにいる。なんだよこれ。これはここにいるじゃないよ。誰とコラボしたい？マジで。まあ要は向こうにもさ、まあ多分だけどさ、断る権利があるわけじゃん。あるよ。多分だけど。あるよ。多分じゃないとな。ってことは、例えばどんな人は俺らとコラボしたくないんだろう。俺らを知らない人じゃない。まずセリーヌ・ディオンとかさ。ああ、セリーヌ・ディオン無理か。無理だと思う。セリーヌ・ディオン。アブリル・ラビーンならいけるかな。ああ、まあちょっと。フレンドリーっぽいし、日本大好きっぽいし、ガールフレンドの日本語バージョンにしてみた俺。あ、いいじゃん。でも俺らがアブリル・ラビーンとコラボしたいかは別よ。その今、コラボしたい人を出す時間だから。アブリル・ラビーン。現場行けばいいんだ。アブリル・ラビーンの現場行けばいいんだ。アブリル・ラビーン、サム41の人と結婚してたよ。かっこいいだろ。俺、高校で結構聞いてたよ。結構聞いてたよ、俺だって。聞いてたけど、知ってる曲あるもんね。ああ、知ってる。俺知ってる曲あるよ。知ってる曲あるレベルじゃダメなの。ユイと一緒に写真撮ってるのも見たし、俺。あれも持ってたし。あれも持ってた、俺も。アブリル・ラビーノ。アブリル・ラビーノ。サム41。なんでサム41だよ。じゃあサム41だよ。俺サム41のアルバムも持ってた。俺も聞いたことあるよ。コラボしたい？サム41。うん。したい。サム41とコラボしたい。したいね。チャンネル伸ばす方法として、やっぱ、海外に目を向けるっていう作戦もあるし。そうだよ。
こんだけ日本語で遊んでるチャンネルで。そうよ。コニシキ以来のね。日本語で遊んでる。コニちゃん。コニタン以来の日本語で遊んでる。トゲトゲついてるコニちゃんね。デンデラリューバよ。そうよ。これはデンデラリューバ。デンデラリューバって何だっけ？何それ？日本語でそこでさ、歌ってたなんか曲。そう知らねえ。よう覚えてんだ。そんなちゃんと見てる。デンデラリューバとか言ってるチャンネルが海外でバズるわけない。デンデラリューバ。気持ちが使わない。全く知らんからな。リアル日本人にしようよ。今無理を出したから。日本で一番その。数字持ってんのって誰？ヒカキンじゃない。まあ、YouTube で言ったらヒカキンか。まずさ、ヒカキンのことさ、こうやってヒカキンって言ってる動画がさ、ヒカキンに見られた時点で終わりなんだよ。終わり。ヒカキンさんだもんな、絶対。絶対そうだよ。でもそんなわかんないもんな、俺たち。でも、向こうからしたら、その、スターってやっぱちょっとさんつけないみたいな文化あるじゃん。大谷翔平だと大谷翔平っていうもんな。そうだよな。裕次郎も裕次郎じゃん。石原裕次郎？そう。ハンマー言うじゃん。ごめん、俺も今、このタイミングで言ったらハンマーの方になっちゃうなと思ったけど。これ怒った方がいい。怒っちゃう、怒った方がいい。怒っちゃう、怒っちゃう。それおかしいだろ。うるせえ、バカ。やめる？もう、やる。誰か言うから、このくだり一緒にやってくれる人、コラボして。俺怒るっていう言ってくれないから誰か。ほんとさ急にえもう YouTube やめるやるやめろよ。ヒカキンにやめるって言ったらやめろよ。もうヒカキンが下りやってんの見たことないな。確かにないな。見たことないな。見たいな。やってほしいな。どうしたらいいんだよ。ちゃんとちゃんとつけるよ。うん、当たり前ですよ。もちろん目の前にしたらあったら、そらそうですよ。ちゃんとしてるから、そこはやっぱ、分かってほしい。誰に向けて言ってる？俺らは、その影でコソコソやってるだけだから。それがいいんだから。雑魚が、俺たちは。雑魚が影で。そうそう。コソコソ言ってるだけなの。そうそう。ヒカキンさんはちょっとリモートでコラボしたい。なんだリモートのコラボ。対面じゃ、ちょっと俺たち、おとなしくなっちゃうから。だから、ヒロが行けたのは、ヒロが俺らをすごい好きでいてくれて、そうすごいなんかこう、ある意味下から来てくれたわけじゃん。わかる。逆の方がいいのか。わかる。俺らが好きな人っていうよりかは。違うんだよ、発想が。向こうが俺らのことを好きな人。で、下から来る人だったら、俺らは、でかい顔できるから、もうこそ崩しちゃいけないってことこれ崩しちゃダメ。そうだよね。俺たちをリスペクトしてるやつとしか絡まねえ。つるまねえ。オファー待ちだ。オファー待ち。俺らは、コラボ。ヒーローが奇跡よ。そう。俺らより圧倒的知名度があるのに、なぜか、俺らを持ち上げてくる人です。持ち上げてくる人。この人。その人だけ。それがサム41なのかも。一緒に猫ミームやってほしい。なんで一緒に猫ミームやるの？もったいねえな。俺たちは雑魚。俺たちは雑魚ってことです。どういうこと？どういうまた意味？影でしょ。どういうもの言えない。どういうこと？なんか違う。どうしたの？話聞いてたちゃんと。やめる？ん？やめる？やる。やめる？やめろ？やめろ？誰もコラボしてくれない。プレッシャーやってくれる人。これ。石。もうやめるか。やる。もうやってこれ。これはここにいる。なんだよこれ。